第2打席3ボール2ストライクフルカウントになっています。ピッチャー返し、足で止めました。お隣素早く一塁へ送ります。この回先頭の根本はピッチャーゴロに終わっています。いい反応を見せましたお隣です。まあ、いわゆるナイストラップってやつですね。まあ、そうですね、これです。ちょっとすねのあたりなんですが大丈夫なんでしょうか。本人は先ほど苦笑いを浮かべていました。軽くジャンプをして足の状態を調べています。ピッチャーとしてはどうなんですか。ここまで非常にいい流れで投げてきて、はい、で体にボールが当たってしまう、まあ、それは自分のプレーでアウトにしたんですけれども、はい、ちょっとこうリズムが変わったりとかってするもんですか。基本的にやっぱマウンドに上がったらアドレナリンが出てるので、あまり気にはならないんですけども、ちょっと気になるところは当たったところが前脊骨筋っていって、前脊骨筋、はい、すねのちょっと横の筋肉ぐらいに当たってるような感じがするんですよね、そうなると時間が経つとですね、だんだんちょっと足のその神経っていうかちょっとむくみみたいな感じで、だるくなるようなところに当たってるんで、ちょっとその時間が経つにすれば、ちょっとずつなんかその足のだるさっていうんですか、そうですか、だから下手して軸足なので、踏ん張りがちょっとずつ甘くなる可能性もあります。そうです。おっと、はい、今のようなちょっとボールは今日初めて見ましたね。まあ、今チェンジアップだと思うんですけども、ちょっとずつやっぱ変わってくると思いますよ。そうですか。時間が経つとですね、あ、そうですか、だんだんちょっとその当たった箇所が、その筋肉であればですね、ちょっと不安な要素は一つ出てきますよ。はい、